海と日本プロジェクト in 宮城。日本財団が推進する海と日本プロジェクトの一環として、全国一斉アクション海でつながるゴミ拾いが先月宮城県内でも行われました。石巻市で活動している石巻海さくら、主な活動は水中や海岸のゴミの撤去、そして震災で流出した瓦礫などを拾います。石巻市の海岸には岩に絡まったロープがあちらこちらにあります。これは震災の津波被害によるものです。そんなに人が来そうな感じもないじゃないですか。でもなんか人工物が多いのがびっくりしました。震災瓦礫っていうのは徐々には減ってきてはいるんですけど、ただやっぱりペットボトルとかすごい増えてきてるから、せっかく僕たち瓦礫撤去してもやっぱゴミが増えてきてる現状っていうのはちょっと考えなきゃいけないなっていうのはすごい思います。仙台市内でゴミ拾いの活動をするグリーンバード。きれいな街は人の心もきれいにするがコンセプトの団体です。ゴミの種類はタバコの吸い殻や空き缶、そしてペットボトルなど。街中のゴミが少なくなることを願いながら一つ一つ拾います。少しでも街全体がきれいになればいいかなというふうに思ってやってます。ポイ捨てをする人がすごく多分多いのかなとは思うんですけど、まあ、アーケードのところとか、うちらのモットーとしてはポイ捨てかっこ悪いっていうような感じで言っていたので、みんなゴミに目を光らせて頑張っています。海や街で皆さんも身近にあるゴミを拾ってみませんか。海と日本。